どうもこんにちは、整体院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、もう朝の9時から夜の7時までもうぶっ通して整体をしていたので、結構口が回らなかったり疲れているので、ちょっと口が回らないかもしれませんが、その時はご了承ください。で、本日はですね、首ですね、首を傾けると痛いんですという、今日新規で来たお客様の症状というか訴えだったんですが、首をですね、こう横に傾けた時に、傾けた方と反対側の、首が痛くなりますということで、実際にですね、その方はどういうお仕事をしていたかというと、デスクワークですね。で、パソコンをよく使うような方で、趣味でドライブですね、長く座ってずっと運転するという方でした。で、そこからですね、ここじゃないかなと思って評価させていただいたんですが、ビンゴでですね、その方の首の痛みの原因は上腕三頭筋という筋肉でした。上腕三頭筋というのはここですね、ここに、はい、上腕の後ろ側にこうついている、女性とかがこう たるんできて気になるとかって言ったりするような、この、 上腕の後ろの筋肉が上腕三頭筋というんですが、その筋肉がですね、なぜ首の痛みの原因になっていたかというと、実はこの上腕三頭筋という筋肉はですね、筋膜という膜でですね、首の方までつながっています。で、上腕三頭筋なんで、そうですね、首から肩甲骨につくような肩甲挙筋だったりとか、肩甲挙筋とかですね、はい、肩が、頭があって首があって肩があったらですね、で肩甲骨がこうあったらこんな感じで首まで伸びているような、はい、こういう筋肉と実は膜のつながりが非常に強いです。で、上腕三頭筋は、場所はですね、この辺りこんな感じでついているような筋肉になりますね。これ人を後ろから見たような絵に なってます。で、こちら左手の方ですね、はい、で、この上腕三頭筋がぐーっとこう固くなってしまうことによってですね、膜を通してですね、この首まで影響が出てきていたということになります。はい、で、結構この首を横に曲げた時に首が痛い方って結構多いんですが、この上腕三頭筋は原因に非常になりやすいです。で、パソコン作業とか車の運転を長くされる方っていうのは、同じこう脇をずっと締めた状態で同じこう作業、動作ですねをずっと繰り返しているんで、手がだんだん疲労してくるんですね。で、手が疲労してくるとですね、実はこの上腕三頭筋っていうところにも膜を介して非常に疲労が溜まってきてですね、硬くなってしまうんですね、はい、で、結果的にそれが首まで影響を及ぼしてしまうってことが非常によくあります。で、上腕三頭筋のケアの方法も今日はお伝えさせていただければと思うんですが、今日はこのストレッチをですね、もしデスクワークとか長く運転する方はしていただきたいなと思うんですが、ケアしたい方の手ですねを上げていただいて肘を曲げます、はい、そうするともう硬い方はこれだけでビンとちょっと張ってくるような感じがあると思うんですが、このままですね、その反対の手で肘をグッと押さえてですね、ぐーっと頭側に寄せていきます。そうするとこの上腕三頭筋ビーンと張ってきます。そしたらですね、呼吸をしながら長く息を吐きながら20秒間伸ばしていきます。で、特に息を吐いた時に筋肉が伸びるようなイメージですね、ここの伸びるようなイメージで伸ばしていただけるといいと思います。で、反対側もやっていきます。伸びる伸びると、はい。で、これをですね、できれば2セットぐらいやっていただけるとかなり上腕三頭筋が伸びてきますので、ストレッチが終わった後ですね、再度こう首をもし痛い方は曲げていただいて、痛みが減っていれば上腕三頭筋が原因になっていて、しっかりケアできているかなと思いますので、ぜひ試していただけるといいかなと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。